では続いてトコムコモディティフォーカスのコーナーです。ゲストをお招きしています。マーケットアナリストの菊川博之さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日は菊川さんにはですね、今世界中で注目されてますフォルクスワーゲン問題、そうですね、そのコモディティマーケットに与える影響と。そうですね、まあ、ちょうどこのニュースが報道されてですね、はい、一番大きく反応したのが白金系の貴金属ですね。まあ、プラチナ、そしてパラジウムですね、まあ、この両貴金属とも触媒、自動車の排ガス規制の触媒ですね、まあ、これに使われるんですけれども、うん、プラチナとそしてパラジウム、うん、正反対の値動きを示しているんですね。プラチナが大きく下落、はい、そして、パラジウムが反対に下げ幅限定、というような形になっております。この背景といったのがですね、まあ、フォルクスワーゲン、こちらの方を見てみましょうか。まあ、白金、需要項目を見るとですね、自動車の触媒といったのが、うんうん、ほぼ過半を占めるような内容なんですね、うん。まあ、ここは金属と大きく違うところということが言えますけれども、この触媒の国別の需要を見てみますと、はい、欧州、これが最も大きいんですね、需要が多いということなんです、42%。 そうなんですね、うん。これはどういうことかと言いますと、欧州といったのはガソリン車よりもディーゼル車、特にフォルクスワーゲン、の得意とするディーゼル車ですね、はい。ここで用いられることが非常に多いということなんですね。で、北米とか日本、これは逆にガソリン車、こちらが多いということでですね、まあ、欧州に対する影響の方が非常に多かったと。こちらが、その比率ですね。欧州が 53%、 そうですね、過半がディーゼルと、はい、こういったことに対して、米国、1% ですね。そうなんですね、で日本も 1.7% ということで、はい、まあ、影響の大きかったのはやはり欧州ということなんですが、うん、まあ、この欧州の過半を占めるディーゼル車ですね、うん、これがガソリン車へシフトするんではないかというような思惑で、シフトが実際に行われるとなると、うん、白金の需要が減って、はい、パラジウムですね、こちらが増えるのではないかといったような思惑で、プラチナがより大きく下げて、パラジウムは下げ幅限定、逆に反発というような形になっているということですね。ディーゼルは白金の系の触媒を使われる。そうですね、ガソリン車はパラジウム系の触媒が多く使われるということでですね、同じ自動車触媒なんですけれども、白金とパラジウムで用途が異なっているということですね、まあ、これは今後どうなっていくか、特に欧州でどうなっていくかと、欧州並びに中国ですね、ディーゼル車が多いのは、中国、そうですね、これらがどうなっていくかということで、この白金とパラジウムの価格差がさらに広がっていくのかどうかというところが、足元の焦点になるのかなと、まあ、こちらは週足で見てみますと、そろそろいいところまで、価格差一番下の、はい、一番下、そうですね、ようにも見えるんですけども、もう少し長いレンジで見てみますと、ちょっとまだ下もないことはないなと、下というと白金が売られて、パラジウムが買われていくような、そうですね、ここでですね、すごく縮小したんですね、これね、そうですね、まあ、この時はパラジウムが大きく上げたといったのが背景だったんですけれども、ここで、ね、そうですね、はい、で今回はプラチナが大きく下げていくと、はい、同じような形で、この価格差ですね、が動いていく可能性もあると、はい、まあ、その可能性が起きるケースといったのは、欧州並びに中国で、ディーゼル車からガソリン車へのシフトが具現化した場合、はい、具体化した場合にはその可能性があるということですね。でさらに、まあ、プラチナ全体で見てみますと、先ほど言ったように中国と欧州ですね、うん、これは宝飾用も含めてですけれども比率が高いということで、まあ、中国経済、中国発の株価同時下落といったのがまだ落ち着きを見せておりませんけれども、はい、まあ、こちらの動向も合わせて、フォルクスワーゲン、に加えてですね、やはり中国経済の動向といったのも大きなポイントになるかなという気はしますね、うん、そうですか。あとはまあ中長期的には、この触媒なんですけれども、燃料電池車、
あ、そうですね、燃料電池車、はい、これが主流になるんであれば、白金の触媒需要といったのは増えるだろうと、はい、こういうふうに長期的には見られてるんですね、うん、一方、欧米が主導している電気自動車、うん、これがマーケットを主導していくようですと触媒用の需要は落ちるだろうと、うんうん、こういうふうに見られておりますので、うん、長期的にはこのどっちが世界全体の主流になっていくかというところも、うんうん、白金の価格を見ていく上では、ね、需給構造が大きく変わってしまう可能性もあるということで、うんうん、注意すべき点であろうというふうには思いますね。うんうん、微妙な状況にありますね、これね、白金についてはね。そうなんですね、で白金に関してはもう一つ、先ほどは需要面でしたけれども、はい、供給面、これを見てみますと、金が世界的に供給国分散しているのに対して、うん、プラチナといったのは南アフリカ、うん、そしてロシアですね、まあ、この2カ国に大きく集中しているといった特徴があるんですね。でこの供給サイドから見ると、まあ、価格は大きく下落しておりますので、金と同じように生産コスト水準近辺、それ以下まで下がっているということが一つあるんですけれども、はい、もう一つランドがですね大きく下落しているんですね。あーそうか、はい、このランド安ということ、うん、これがランド、ね、そうですね、ドル高ランド安という形ですね、はい、非常に大きくランド安が進んでいるということで、うんうん、こちらが、まあ、輸出をさらに進めて、いきやすいと、輸出しやすい環境にあるため、そうなんですね、まあ、なかなか減産しにくくなってきている、ドル建ての資金は下がってきているんですね。そうなんですね。でこちらもなかなか改善しにくいと、ランド安を止めにくいと、うんうん、いったこともですね、原油安、そしてこの資源国の通貨安と、いったのことも、まあ、マーケットの上値を抑えているという要因になっているということでですね、うんうん、金と比べてもマーケット非常に小さいんですね。おはい、これがプラチナ、プラチナ、ね、そしてパラジウムということで、まあ、金とか銀の生産量と比べると非常に小さいということでですね、はい、まあ、希少性が高いから、本来は金とプラチナを比べるとプラチナの方が高いのが状態なんですけれども、うんうん、その異常な状況が長く続く可能性もあると。でもう一つ市場規模が小さいがゆえにですね、価格の値動きボラティリティといったのは、うん、まあ、金と比べると白金、パラジウム非常に大きいんですね、上も下もボラタイルな動きを取りやすいということで、そこは注意して、単に金と比べると価格が安いから、ということだけで、取り組むとちょっと需給構造が変わった場合、そうですか、かなり大きなブレが長く続く可能性もあると、いうようなことはあると思いますね。これなんかすごいですよね、これ。そうなんですね、リーマンショックの時ですね、リーマンの時だからね、特に産業用の需要比率の高いプラチナが大きく下落して、はい、金も同じように下がったんですけれども、下げは限定的でですね、逆にそこから大きく上値を切り上げていったということで、まあ、今回もやや世界的な株価の下落が、まあ、少し懸念されている状況といったのがまだ払拭されておりません、さらに米国の利上げ観測と、はい、早ければ10月、遅くとも年内と12月といった声がある中ですね、株価が米国の利上げを嫌気しているというような動きも見られますから、白金もなかなか上値に買い上げにくい、買い上げにくい、金と比べると安いんですけれども、買い上げにくい地合いといったのがもうしばらく続く可能性もあるのかなと。同じ貴金属でも金は仮に株価ショックのようなことがさらに起きたとしてもですね、はい、リーマンショックと時と同じように一時的に下げても、まあ、押し目は変わりやすいというのに対して、まあ、プラチナは先ほどの大きな暴落で、過去見られたような形がまだ再現するリスクは残っていると、あ、そういうことですか、いうことは少し注意してみた方がいいかなというふうには思いますね。あ、そうですね。まあ、これはまだ どういう形でその欧州のなんていうんですか、エネルギー政策あるいは自動車に関する政策が、ね、環境規制がどういうふうになるかっていうところを見ていかないと分かりませんね、これね。そうなんですね。ですからそのあたりが結論が出るまではですね、この価格差が
いわゆる、うん、コスト面からでは異常な状況ではあるんですけれども、金との割安が長く続く可能性が残っているような感じはしますね。そうですかね、まあ、そういった面では金はおおよそ、まあ、底値圏と。ああそうですか、ということで、買われやすいというのに対して、白金系の貴金属、特にプラチナですね、こちらはちょっと需要面からは買いにくいと。うん、ただまあ供給面非常に規模の小さいマーケットですから、鉱山株といったのは大きく値下がりしてるんですね、この状況がさらに価格低迷が続くと供給リスクといったのは多分時間経過とともに起きて出てくる、来ると。あの、まあ、閉山とは言わなくても操業停止とかっていう、そうですね、いうことですね。これが多分もう少し長いスパンで見ると材料視されてくるのかなと。まあ、足元は需要面で嫌気されて、はい、もう一段もしかすると下があるかもしれないんですけれども、その後は今度供給リスクが改めて材料視されて、マーケット規模の小ささと相まって、下も大きかったけどもリバウンドも大きくなるというのが、まあ、来年あたりに出てくるのかなというような感じはしますね。あ、そうですか。やっぱそれも来年とかっていう時期ですね。そうですね、まあ、例年年末年始といったのは貴金属も買われやすいんですけれども、やはり株価がしっかりしてこないと金と比べるとやはり上値の重い状況というのが続くのではないかなと。あ、そうですか。いうような気はしますね。その寝頃で、動いちゃうと失敗することもあるよということですね。そうですね、早めに動かない方がいいという、ただまあ現物で買うのであればですね、まあ金にしろプラチナにしろ今の価格帯といったのはおおよそ底値圏にあるというふうに考えますので、現物を買ってホールドして放っておくというのであれば金にしろプラチナにしろそろそろいい値段であろうというふうにも思いますね。わかりました。プラチナの対応という見通し含めてお話しいただきました。はい、菊川さんありがとうございました。はい、以上トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。